小坂町は秋田県の北東部に位置する町である。かつては小坂鉱山など鉱山資源で栄え、江戸時代には津軽街道が通る森岡藩の領地であった。秋田県北東部に位置し、青森県と境を接している。大湯山脈の西側、和の盆地の北部に位置する。町の北東部には十和田湖があるが、2008年までは町の境界が確定していなかった。 2008年9月に、とわだしとの境界が覚書によって決定して、官報に告示され、とわだ湖の西側が正式に、小坂町の町域となった。19世紀初頭に、小坂鉱山が発見され、金、銀の採掘の鉱山産業地域として、町が栄えた。明治時代には、銅、亜鉛の採掘も行われ、小坂鉱山事務所をはじめとして、多数の近代建築が建てられ、 町は大いに栄えた。第二次世界大戦後は鉱山資源が枯渇し、町は一頃よりも衰退した。近年は明治期の近代建築や十和田湖の観光資源を活かした町づくりを模索している。また、自動車廃食廃や金属スクラップを精錬して、貴金属やレアメタルなどを取り出す産業が発達している。小坂町役場球場社長村聖子工事の数の群。 3. 小坂村高等学校中学校、小学校小坂鉱山山の上社から撮影した小坂清蓮と小坂町。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東日本花線と和田南駅。廃止路線かつて小坂清蓮小坂線、小坂駅、古立駅があったが2009年に廃線になっている。上高七滝線町内の上高地区。 七滝地区を周遊する路線町内を南北に東北自動車道と国道282号が縦断し東西に横断する秋田県道2号大館戸和田湖線が町の中心部で交差する。また戸和田湖半では国道103号、国道454号が町内を通り、戸和田湖北側の日向和市との境界付近の日向和市域を国道102号が通る。 七滝と和だこ行楽館2004年から有識者を観光大使として移植し、様々な観光施策を共同で実施している。ありがとうございます。